佐藤美久の女優道始まります。皆さんこんばんは、佐藤美久です。早いものでもう8月も後半です。いろんな番組でお話しさせていただいておりますが、学生の皆さんは、夏休みの宿題大丈夫ですか？ちなみに、私佐藤美久、学校時代夏休みは本当に大好物でしたが、夏休みの宿題は大嫌いでした。はい、宿題がまだ残っている皆さん、そのまま宿題をですね、ほったらかしにしてずっと遊んで最後を迎えてしまうと、大きくなったらこんなお姉さんに、なってしまうので、しっかり、まだまだ間に合うと思いますので、最後に焦ることなく地道にコツコツ頑張ってください。私は夏休みの宿題は大嫌いなこんなお姉さんでした。はい、さてこんな、お姉さんの番組、佐藤美久の女優道、今回もいろんなお話で、楽しんでいただきたいと思いますが、今回最初のコーナーは片寄りムービーリポートのコーナー。このコーナーは私佐藤美久が趣味の一つである映画鑑賞に行っているので、その中で1ヶ月のうち見た作品の中でいろんな意味で注目したものについて、邦画洋画問わず独断と偏見でご紹介させていただくコーナーです。今回はですね、先月7月26日から全国公開されている話題作アルキメデスの対戦を見てまいりましたので、この作品についてお話しさせていただきたいと思います。さてこの作品紹介サイトをもとにですね、概要を説明させていただきますと、戦艦ヤマトの建造をめぐるさまざまな謀略を描いた三田範房による、週刊ヤングマガジン連載の漫画を菅田将暉主演、オールウェイズ三丁目の夕日、永遠のゼロの山崎隆監督のメガホンで実写映画化、日本と欧米の対立が激化する昭和8年、日本帝国海軍上層部は、巨大戦艦ヤマトの建造計画に大きな期待を寄せていたが、海軍少将、山本五十六はその計画に待ったをかけた。山本は代替案を提案するも、上層部は世界に誇示する大きさを誇るヤマトの建造を支持していた。山本はヤマトの建造にかかる膨大な費用を算出し、ヤマト建造計画の裏に隠された不正を暴くべく、天才数学者甲斐忠を海軍に招き入れる。数学的能力、そして持ち前の度胸を生かし、ヤマトの資産を、行っていく会の前に帝国海軍の大きな壁が立ちはだかる。須田が甲斐忠役、舘ひろしが山本五十六役を演じるほか、浜辺美波、柄本佑、笑福亭鶴瓶らが顔を揃える。はい、ということで今回は、アルキメデスの対戦をね、拝見させていただきました。でですね、こういろんな戦争に、まつわる、作品をですね、私も、何本かね拝見させていただいた中で、すごく新鮮というか今までにない感じの、作品、戦争を題材にしている作品だなっていうふうに改めて思いました。で、こう私の勝手なイメージなんですけれども、こう結構こう戦争という、戦って、でこう最愛の人を亡くしてしまったり、家族を亡くしてしまったり、こう悲しい、出来事が多かったり、あとは、戦時中の、子供たちの、過ごす、ことを題材にしたりだとか、そういうのを見ている中でやっぱ悲しいことも、たくさん、作品の中でねあったとは思うんですけど、このアルキメデスの対戦はですね、そういうこう戦うという、シーンというのはですね、本当に冒頭だけなんです。冒頭の、この戦艦ヤマトがですね、転覆というか、攻撃を受けて、沈没するシーンだけなんですね。本当に冒頭だけで、それ以降はですね、菅田将暉さん演じる、甲斐忠がですね、このヤマトのこう、なんですか、費用、膨大なこの費用をどうやってその不正をこう暴くっていうのをひたすらこう、証拠を集めて、こう計算
を、していくというシーンがこう続くんですけれども、その、大和が、その沈んでいくところが、いやもうすごい迫力があって、最後までこう作品見終わった後でもすごく印象にものすごく残る、なというふうに思いました。で、本当に改めて菅田将暉さんのかっこよさ、そして、俳優魂を拝見できる映画だなっていうふうに改めて思いました。この甲斐忠という役なんですけれども、ものすごく頭が良くて、まあ、数学がものすごく天才数学者ということで、頭の回転がまずすごく速くて、でもすごい熱い情熱を持った、人なんだなというふうに思って、それをこう菅田さんにしか演じられないんじゃないかなって作品を見ていて改めて、はい、思いましたね。で、まあ、そうですね、もう本当に演技の振り幅がすごいなって思いました。それこそ、なんですかね、振り幅で言うと映画銀魂の新八役でね、須田さんが演じられてます。この可愛い、こう新八の、演技と、こう頭がいいしっかりした、かっこいい、天才数学者を演じるこの振り幅がすごくて、本当にすごい方だなって思いました。はい、そして柄本佑さんとですね、まあコンビというか相棒みたいな形でこう物語がこう進む、いろんなこう不正を暴いていく中なんですけれども、こうなんか漫才コンビな感じがすごく良くて、見ていて微笑ましい部分もあったり、こう頑張れって応援したくなる部分もあって、すごく素敵な2人だなと改めて思いました。でこの、映画の、ホームページご覧いただくと分かるんですけれども、まあ、キャッチフレーズみたいなのがありまして、これは数学で戦争を止めようとした男の物語って言うんですけれども、まあ、戦争を止めようとしたっていうことで、まあ、戦争はまあ本来、実際には起こってしまったことで、なんか止めようとしたっていうのが本当にこの作品最後のシーンご覧いただき、ぜひ見ていただきたいんですけど、須田さんの涙をどうして泣いてるのかっていうのを皆さんにはぜひ考えていただきたいなというふうに思いますので、ぜひ皆さん最後まで、ご覧いただいて、お一人一人こう考えていただけたらなというふうに思います。これ原作は漫画で、連載は続いているそうなので、ちょっと私漫画見てみたいなというふうに改めて思いました。はい、なのでぜひ皆さん、お近くの劇場でアルキメデスの対戦ぜひご覧いただければなと思います。以上、今月の片寄りムービーリポートのコーナーでした。今月の締めパート2、このコーナーは毎月私佐藤美久がいろんなメディアでフィーチャーされたり注目されている方々メンバーについて美久的に推していくというか、ご紹介させていただくコーナーなんですが、今月は特別編成でうちの事務所に可愛い3人の新人ちゃんをラジオを聴きの皆様に覚えていただきたいと、この、コーナー趣旨を変えてお送りさせていただきます。今回は先月の有本ひとみ、前回の青野ゆうきに続いて、うちの事務所新人三人娘のトリを飾ってくれる、今月の推しメンパート2、金井あさきです。群馬県一崎市立宮郷中学校柔道部出身、金井あさきです。よろしくお願いします。はだいぶ詳しく、はい、ありがとうございます。それではですね、はい、宮郷です。宮郷中学柔道部出身、はい、金井あさきについて私から簡単に、プロフィールをご紹介させていただきます。金井あさきさんは、みんなに言ってるんですけど、ここだけ3ねつけるからね、はい、はい、
今、自己紹介でもありました通り、群馬県伊勢崎市の出身で、高校を卒業後東京の大学へ進学するも、一念発起し、通っていた大学を辞め芸能の道へ、進むべく某タレント養成所に入所。特技はこれも、自己紹介にあった柔道と、フラワーアレンジメント、趣味は、故郷群馬の、温泉巡りとパン屋さん巡り、そしてコーヒー牛乳のり飲み比べで、ここまで紹介したら、まあ、完全に結構もうバラエティタレント目指してますって、ことにみたいになるんですけど、まあ、女優さん志望でいいんだよね。はい、女優でいや、あのさ、ご飯屋さんでなんか食べ物注文してるっていうじゃないんだからさ。はい、頼んでません。ラジオ出てますいえ、出させていただいてます。そうよね。はい、いい？はい、あさきちゃん。はい、大丈夫ですよ。行きましょう。では始めますね。はい、よろしくお願いします。はい、ではですね、まあ、そもそも、この業界に入ろうと思ったきっかけは何ですか？はい、高校生の時にアルバイトしてたんですよ。うん、おうおう。で、朝早く起きてオープンに行くっていうその時間が余ってる時に、こうたまたまテレビつけたら特撮のヒーローをやって、うん、はいはいはい、それをこうちゃんと1年初めて見たんですよ、しっかり。あ、はいはい、それを見ててうわかっこいいヒーローなりたいと思ってそっか、目指すきっかけはその特撮のヒーローです。はあ、なんか、はい、結構特撮ってさ、はい、あの結構ちっちゃい子が見るイメージで、はい、まあ、私もちっちゃい頃よく見てたんだけど、はい、高校生の時高校生の時に、ね、なんか朝やってて、うん、その時間があったんで、うん、朝見てたらハマっちゃって、結構内容が子供向けではあるんですけど、うん、大人の人も楽しめる内容になってて。なるほどね、はい、ちょっとシビアな感じとかすごい面白くて。面白いですよね。そっか、なるほどね、はい、はいはいはい。で、こうさ、大学をさ、はい、やめて、まあ、いろんなさ、こう選択肢ある中、大学辞めて、はい、なんでこう芸能界入ろうと思ったの？大学も1年通って楽しかったんですけど、うん、やっぱこう大学通ってるとそのまま流れに流されちゃいそうで、あ、自分の、そうです、逃げ道をなくすと言いますか、うん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 、この道でご飯食っていけるまでになってやろう食べていけるね、はい、食べていけるまでなってやろうと思って、この芸能界でご飯食べていけるようになろう、はい、はい、なろうと思って大学はやめよう、うん、それすごいよ本当にすごい、あの結構度胸あるなって、思い切りはいい方ですそっか、はい、なるほどね。実はさっきもさ、ヒーローね、はい、センターヒーローになりたいって言ってたけど、ヒーローじゃなくてさ、はい、多分ヒロインだよね。あ、なれるの、ヒロインです。なれるのはヒロインだよね。ヒーローにはなかなかね、はい、そうですね、なれないかもしれないけれども、ヒロイン目指してますその戦隊もののヒロインになりたいっていうことは、はい、もうやっぱり仮面ライダーとかのこう中に入ってスーツアクトレスとかもやってみたいのかな。いや、そっちじゃなくて一応出していく方面で、顔は出していく方面で、はい、方面で。あー、そっか、はい、そっかそっか、はい、アクションはやりたいの？アクションはやりたいです。あ、やってみたい、はい、やってみたいです。実は、そうスーツアクトレスだとこうアクション結構多いと思うけど、でも顔は出していく方向、顔は出していきたい方向でそれでヒロインね、はい、ヒロインじゃなくてヒロイン、ヒロイン、ヒロインになりたい、はい、広いです。そうか、まあね、柔道もね、はい、やってたっていうことですから、それはなんか、あ、でも中学生の時か、中学生の時に3年間、あ、そうか、はい、そうかそうか、その時は別になんか芸能にやりたいなっていうふうにあまり思ってなかった。そうですね、その時はあんまり考えていなくて、うん、柔道もそれこそわっかっけえと思ってかっこいいねかっこいいと思って柔道やろうって思って入ったのがきっかけですね。あ、ね、面白いです、朝木ちゃん、不思議ですもう聞くこと聞くこと本当になかなかない考えで、本当聞いてて楽しいです私はそっか、じゃあ、まあ、そんなね、はい、皆さんも聞いてて分かると思うんですけれども、不思議っ子、朝木ちゃんですけれども、通っていた、まあ、養成所の卒業オーディション、はい、
ではなんと他の、新人の他の2人に比べて圧倒的な数でなんと30社ほど声がかかったということなんですが、それについてなんか感想は？いや、シンプルにびっくりしましたちょいちょいね、なまるところも面白いんですよシンプルにねシンプルにびっくりしましたそっか、はい、なんか周りの方の個社数とかあんまり聞かないんですけど、うんうん、あ、そっかそっか、聞いた時にはありがたいなって、あ、なるほどね、思って、はい、あんまり、そ、まさかこんな来るとはっていう感じだった。そうですね、もう本当に、え、自分にこんなに声かけてくださるんだ、あ、そっかそっか、びっくりしましたびっくりしましたありがとうございます。そっか、そんなね、もう30社という、はい、あの事務所とかこうお声がかかった中で、たくさんのね選択肢がある中で、なんでうちの事務所を選んでくれたのかな。いや、いっぱいある個数の中で、うん、3つぐらいにはこう絞ったんですけど、おー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 おお、最後は直感ですねあの すごいんですよ、あのさっきから聞いてると大学をねもうスパッと辞めたりとかこう芸能でお仕事、ご飯食べてきたいっていう、本当に直感がすごいんですよね、はい、もうこうって決めたらそこに突き進む、もうピンときたんで、よしここにしようとだけどさ、ピンときたら110番みたいな本当にでもそんな感じです。そうか、はい、なんかこうビビッとくるものが、ビビッとくるものが知りたいな、そのビビッときたこと急に来るんで、あ、急に来るんだ、あ、こうしようみたいな、すごいです、はい、なるほどね、そっか。で、あの前回 の、はい、青野ゆうきにも聞いたんだけど、はい、うちの事務所に入る前にいろいろとリサーチしていく中で、佐藤美久の、すいません、ありませんでしたありませんでした、そっか、すいません、知られなかったか、あんまり知らない、そっかそっかそっか、あ、全然いいの、はい、今後ね、あの、はい、ぜひね、あの他のこの、映像配信版とか、はい、あの予告編とかね、はい、ぜひ見ていただければと思います、はい、はい、見させていただきます、はい、まあ、とにかく、プロフィールや、まあ、動画を見ていたかな、はい、見ました、どれかを見たかな、はい、佐藤美久、私ね、佐藤美久の、はい、と実際に会ってみて何か違いありますか。違い、うん、もう目が大きいなと思っていや、あのね、浅草ちゃんもね、プロフィールをね、はい、私も拝見させてもらったけど、はい、会う前にね、はい、目大きいと思ったよ。本当ですか、うん、だから、ね、大切にした方がいい。ありがとうございます、うん、もう二重幅がめっちゃ綺麗だなってすごく綺麗だなって思いましたあのね、はい、あの前のね、あれ、有本ひとみちゃんも、はい、ゆきちゃんもね、目が大きいとか肌が綺麗、それ多いですだからね、あさきちゃんもね、目大きいから、はい、本当にあの強調っていうか、あ、そう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 、だから、うん、はい、あさきちゃんも目大きいからさ、はい、そうそう、頑張って、頑張ります、うん、印象をね、目ってすごく印象いくから、はい、うん、私もそう、あのこうね、あの入って、事務所に入ってからこうやっぱ 目力大事っていうのをやっぱり言ってきてもらってるだから、はい、うん、だからあさきちゃんも、うん、頑張って、そう、目力ね、頑張ります、うん、頑張ってください、はい、さてさて、まあ、同じように、まあ、自分自身ね、あの芸能活動を始めてみてまだ2ヶ月ほどですが、もう始める前とさ、はい、実際に始めてみて率直な感想どうですか。率直な感想は、うん、あのプロでこういろんな面でこう、うん、プロを感じるって言いますか、なんていう考えることが多いなってすごい思いました。はい、そうだね、今まで直感で生きてきたね、あさきちゃんにはね、考え、そうだね、はい、いっぱい考えてみてください、はい、うん、自分はどうしたらいいんだろう、ね、分からなかったらね、聞いた方がいいからね、はい、うん、聞かせていただきます、はい、では、まあ、プライベートについて聞いてみたいんですけど、はい、あの今はフラワーアレンジメントとかはするのかな、はい、今はあんまりしないんですけど、あ、そこそこ、はい、私通ってた高校が農業高校だったので、うん、はい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 、その時に、はい、授業でやらせていただきました。へー、はい、農業高校って女の子多いの。私の学校めちゃめちゃ女の子多かったです。あ、そうなんだ。男の子の子がフラワーアレンジメントって女の子が ね、 そうですね、なんかやる感じだもんね、はい、そっか、はい、また変わってますよ本
そうかそうか、はい、農業ね。農業で、じゃあ具体的にこう何をこう勉強してたの？やっぱ農業高校だったので、うん、こう畑の作業が多くて、農作業、農作業、はい、そうそうだよね、農業だもんね。こう畝作ったりこういう、ね、畑の畝作りとか、あの畝畝してるから畝なんですよ。これをねもうワークショップの時何回も言ってて、畝作りをそうやってました。種まくところだよね。種まく、ちょっと盛り上がってるところを畝って言うんです。あとはあの一輪車持ってこう野菜とかお花とかを地域の方々に売りに行ったりしてました。一輪車、一輪車です、はい、一輪車に乗っけて、うん、はい、一輪車っていうのは、一輪車っていうのは、うん、あのこういう一輪車じゃなくて、はい、こっちの一輪車なんですけど、あのすいません、あの映像ね、あの配信版ご覧いただいた方はもしかしたら分かった方もいらっしゃると思うんですけれども、あ、ね、これラジオだから、すいません、こうじゃなくて、じゃなくて、ね、あの一輪車ってこう皆さんが思い描く一輪車っていうのは、あのこうなんで、あ、遊びとかで使う、そう、一輪車ではなくって、そういうのなんていうか、猫車、一輪車猫車、そう、あのよく畑仕事で使う、ちょっとこうね、操作がちょっと難しい一輪の、そうです、こう工事現場とかでもね、よく使う重たいものとか運ぶ、そう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 、やつでね、はい、それをあのもしね、映像配信版ぜひご覧ください。ぜひよろしくお願いします。これがあの持ちネタと言いますか。はい、面白い部分でございます、はい、佐々木ちゃんの。ぜひよろしくお願いします、ね。そう、そうか、はい、なるほどね。本当にあの皆さんね、聞いていただいてあの分かりかと思うんですけど、本当に面白い子ですので、ぜひね、皆さん、あさきちゃんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではですね、じゃあ将来、はい、じゃあ、まあ、どんな女優さんになりたいですか？はい、将来は、うん、こうアクションもこなせる女優になりたいなと思ってます。思ってます。でも、うん、あのアクションだけにならず、うん、演技でもオファーがいただける女優を目指しています。あ、じゃあいずれは、はい、こうね、好きな戦隊ものの、そうです、ね、作品にね、携われていくといいですね。嬉しいです。ヒロインやりたいです。やりたいです。そっか、はい、頑張って。ありがとうございます。ヒロインにはなれないけど、ぜひヒロインにはなってください。はい、頑張って。じゃあ今回なんか、はい、初のラジオだったみたいで、はい、もう冒頭がかなり緊張してるの分かってるんですけど、めちゃめちゃ緊張しました。どうでした？はい、もう本当に初っ端から緊張したんですけど、うん、ラジオここまで聞いていただきありがとうございました、うん、そうだね、ラジオ聞きなさいね。すいません、はい、ブラスボックス所属の金井麻希です。はい、あ、いきなりね、自己紹介ありがとうございます。ではですね、はい、あのこれからね、あの、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。また現場とか一緒になったら、ね、はい、頑張りましょう。頑張ります。はい。はい。ではですね、じゃあ最後、ラジオを聞きの方々にですね、はい、メッセージをお願いいたします。はい。新人女優プラスボックス所属の金井麻希です。ラジオをお聞きくださった皆さん、本日はありがとうございました。何事も一生懸命頑張っていきますので、はい、応援のほどよろしくお願いいたします。はい、はい、ぜひ、金谷先をよろしくお願いいたします。お願いします。はい、以上、今月の推しメンパート2は、うちの事務所の新人金谷先でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、なんともうエンディングの時間となってまいりました。最後までお聞きいただきましたリスナーの皆さん、本当にありがとうございました。番組オープニングで申し上げました映画ドラマの出演情報などに関しまして、詳しくはウェブで事務所の公式ツイッター、もしくは私佐藤美久オフィシャルブログなどをチェックしてみてください。そして皆さん、お聞きの皆さん、どうかこの番組へのご意見、ご質問、感想などお便りをいただきますよう、お願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com、 佐藤美久の女優道までお待ちしております。それでは佐藤美久の女優道、また次回夕方6時にお目にかかりましょう。皆さん、この番組のパーソナリティは佐藤美久でした。